今回の動画を見ることで苦手なヒールサイドを克服することができるようになります。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。私はレッスンプロとして活動させていただいた10年間とプロスノーボーダーとして過ごした20年間のノウハウを YouTube で公開することでスノーボードをより楽しんでもらえる人を増やしたいと思っています。さらにはスノーボーダー人口が増え、この業界が元気になると信じてスノーボー先生の活動を始めさせていただきました。自分の大好きなスノーボードを楽しむための環境を守るためにも多くの人にスノーボードの魅力を伝えたいと思っています。実録レッスン動画ではタイトルの通り実際に開催したレッスンの内容をお見せさせていただいています。正直レッスン内容をそのままお伝えしているので、この動画を見るだけで上達できる人はレッスンに来る必要がなくなります。すぐにでもゲレンデで実践できる練習方法ですので、次に滑りに行くときにぜひやってみてください。今回はヒールサイドターンのエッジの感覚をコース内の移動で簡単に磨く練習というテーマでお送りさせていただきます。この練習をやると初心者でもかかと側で曲がるターンが上手くなります。なぜならスノーボードは考えながら全ての動きをやることはできないからです。ほとんどのことは何も考えずに感覚で滑る必要があります。ですからエッジの感覚を磨くことはとても大切な練習になります。今回の練習は普通に滑っているだけでは磨くことができないヒールエッジのシビアな感覚を磨く練習方法です。重心をエッジの上に乗せる練習になりますので、ヒールエッジを使ったグラトリの練習にもなります。スノーボード初心者の方は横滑りよりもこちらを優先して練習してもらいたい内容となります。それではレッスン動画をご覧ください。どうぞ。ヒールエッジの、使い方、ね、ターンの感覚をより磨くためのトレーニングやりたいと思います。何やるかっていうとトラバーストレーニングやります。じゃあトラバーストレーニングって何かっていうと、ただ単に横に移動する、ヒールエッジ1本で横に移動するっていうのを、やってみたいと思います。ちょっと1回見ててください。僕ちょっとワンフットで、ね、あのまだ戻ってこなきゃいけないんでワンフットで見せますけど、いかにまっすぐ真横にエッジ1本で進めるかどうかいい、ね、この後がずれて大きな横に進めるかどうかっていうのをやっていきます。でこの真横に進む角度が、まあ、エッジがよりずれない、さらにこの進んでいく角度が縦に落ちていくんじゃなくって真横にいかに進めるかどうかができてくれば、結構僕のレッスンでも僕だけここ来てこっち来てっていう時に下にどんどん落ちちゃう人っていますよね、集合場所に来れない人。あれでやっぱエッジを使いまだできてないですよね。真横に進めるかどうかっていうのが結構重要になってくる。ちょっと一回やってみましょうか。カバースって絶対横移動って必要になってくるんで、強制的にねやるような感じにはなると思うし、こう縦に滑ってるだけだとなかなかやる機会ないと思うんで、ちょっとやってみましょう。あそこのじゃあ一歩ある松を目標に僕は行ってみます。はい、行きます。見てくださいね、あそこの真横です。今やったみたいにトラバスをなるべくゆっくりのスピードで自分のエッジの限界を探ってあげる、これぐらいの本当よく止まるなーっていうギリギリのところでストレス感じながらやってあげるとエッジの感覚すごく磨けるようになってくるの で、僕たちは結構これ何で実際練習したかっていうと、結構ね裏山に入るとその1本からずれちゃダメなラインっていっぱいあるんですよね。この1本を常に行って真横に移動しないともうまた登り直さなきゃいけないですよみたいな、
ところがあって、まあ、そういうところを常にそのエッジ一本で滑ってくるっていうのをあのストレス感じながらやってたので、まあ、そういうので結びあの勝手に体がね、覚えてくれた技術だったりとかもするんですけども、まあ、普段やってるゲレンデ滑ってるとなかなかすることもないと思うので、うまいことちょっとね時間見つけてやってあげてみてください。それだけでだいぶ変わってきます。はい、では次あのシャドウのあるところにね行きました。シャドウがあるとそれだけエッジにかかるプレッシャーね強くなります。まあ、より点になりますよね。フラットのところで横にスーって進んでいくのよりもシャドウがある分だけ下に流される力、ね、落下下の方に重力に引っ張られる力が強くなって、それだけエッジにかかるプレッシャーが強くなって、点になって点とか線点の内に重心を乗せる感じになって、これまた一回トラバーストレーニングしてみて、でその次にターンをして実際もうちょっとスピードをつけながら行きたいところにちゃんと行くっていう練習をしていきたいと思います。まずあっち側のやつ、自分で目印決めちゃって OK です。自分の限界はどこかなっていう感じです。自分の限界はここっていうところに頑張ってますとかっていう感じで、はい、どうしようか。後ろから来る人だけ気をつけてあげてください。めっちゃ滑ってる。これが一本の線でいけるように、はい、イメージしてください。あ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、こんな感じで、はい、横にちゃんと、進んでいく。だいぶ差が出ましたね、はい、じゃあ僕も行ってみたいと思います。後ろから来る人気にしてあげて、トーン基本してそっちに行く。まだまだ行く、まだまだ上に行く、はい、っていう感じで、これでもまだ差出ましたよね、うん、っていう感じで、道順さんは下に下にずっずってずっちゃってる感じで、あの鳩さん結構いい感じ、いい感じ、まだ上行けます。 あそこまであのエッジ乗る程度でもっと上狙えると思うんで、もう一回行ってみましょう。ではこの状態で次じゃあ服部さんから行こうか。服部さん目標になりそうなんで、いかに上に行けるか、スピードつける必要はない、スピード遅くて全然 OK なんで、その代わりエッジにシビアに乗ってあげてまっすぐ行けることちょっと意識して行ってみましょう。おいいね、いいね、いいね、頑張れ、いいですね、ちょっと上がっちゃいましたちょっと狙いすぎて上がっちゃいましたね。上がらないでその限界のとこギリギリのところ狙えるっていうのもね、あの経験値です。よし、じゃあどうしよう、あ、全然エッジに乗れ、だいぶ乗れてきましたね、はい、腰がちょっと折れてますね。はい、じゃあ僕も行ってみたいと思います。はい、2人ともだいぶエッジに乗れる感覚 OK です。ただ、はい、基本姿勢ほぼ意識してないと思います。バランスだけ取って感じなんで、それで今だいぶエッジの感覚を磨くところでは全然 OK なので、次基本姿勢を意識しながら行ってみましょう。もう一回いきます。はい、では次は基本姿勢意識しながら、重心の位置を板の中心よりも後ろ側に、でテールの板の半分より後ろのエッジを使ってる感覚持ってあげてください、ね、で内足のノーズ側使おうとしちゃうと切れ上がる力の方が強くなっちゃうので、まっすぐ進みづらくなってきます。イサイアの真ん中よりも後ろ側をエッジを使ってあげるとまっすぐ進みやすくなってきます。ちょっとそれ意識してもう一回やってみましょう。はい、お、エッジの使い方だいぶ上手くなりましたね。オッケー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 、はい、では行ってみましょう。あ、ナイスな姿勢ですね。
すごいすごい、オッケーオッケーオッケー、ナイス。はい、では自分もやってみます。はい、しっかり、はい、ここからバランス取って、顎の位置がエッジの上にあるのがイメージしますね。はい、大体この辺りになってくると、このエッジの位置と顎の位置が大体同じぐらいになってくると、ちょうど板の体の中心に軸が入ってくるような位置になるので、プレッシャー使いやすいかな、エッジにかかるプレッシャー使いやすいかなという位置になる。で、道中さんも、あの、ハトさんもすごく良くなってるので、あとはこれ細かくて、あの、普段滑ってる時に、ちょっと意識的に、あの、時間のある時で全然空き時間でいいので、楽しい練習ではないですから、空き時間見つけてね、ちょっとだけやってあげるようにね、してみてあげてください。それでね、一気にエッジの感覚変わると思います。今回は、まあ、ヒールエッジに特化してやってますけど、トゥーエッジも一緒。で、つま先のエッジも一緒で、いかに横に一定のスピードで滑っていけるかとかっていうのをね、ちょっと練習してあげるというわけです。今回のレッスン動画は以上となります。ヒールサイドターンのエッジの感覚をコース内の移動で簡単に磨く練習というテーマでね、お送りさせていただきました。ヒールエッジの感覚を磨けば自然とスノーボードが上手くなります。考えずに滑ることができれば、とてもスノーボードが楽しくなります。スノーボードは無意識で滑っている時が一番楽しいです。しかしながら、その無意識で滑る感覚は練習しないと身につきません。今回の練習方法は地味な練習ですが、コース内の移動の時に自然とできる練習です。ただ横に滑るのではなく、エッジをずらさない、少しでも上に行く、スピードを一定に保つなどを意識するだけでかなり練習になります。初心者の方は特に有効な練習になりますので、ぜひお試しください。難しいテクニックは基礎力の土台の上に成り立っています。基礎力を上げることで、いろいろな状況に適応できる能力を磨くことができますので、地味なことでもコツコツと練習していくようにしましょう。スノーボードは上達すればするほど遊びの幅が広がり、楽しさが何倍にも膨らみます。私はそれを感じ続け、今でもスノーボードが楽しくてたまりません。この動画を見ていただいている方にも、この楽しさを味わってもらいたいと本当に思っています。そんなスノーボーダーを増やすために、これからも自分の持っているノウハウをどんどん開放していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして私のノウハウをお友達にも拡散していただければと思います。みんなで力を合わせて、スノーボーダーの笑顔の輪を広げていきましょう。以上となります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。10万人目指して頑張っています。スノーボードは人と人とをつなぐ笑顔の架け橋。スノーボードを通して笑顔になっていく人を増やす活動となっております。応援よろしくお願いいたします。この動画が参考になったと思っていただいた方は、いいね、高評価よろしくお願いいたします。質問のある方はコメント欄に書き込みをよろしくお願いいたします。シーズンに入ってしまい、コメント返しが追いついておりません。申し訳ございません。本業のレッスンが優先となりますので、返信には時間がかかってしまうことをご理解いただければと思います。実際に開催しているレッスンにもぜひ遊びに来てください。生徒さんも楽しみながら上達を目指していますので、三方六金以降の方や北海道に遊びに来た方はぜひご参加ください。プライベートレッスンも受け付けておりますので、日程などお問い合わせいただければと思います。北海道までは遠くて来れないという人は、動画レッスンをやっておりますので、そちらをご利用ください。詳細は動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ご確認よろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。長い時間最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。